荷物、家具の配置はどうです？軽く掃除もしておきましたが、数々のミッションをこなしてきたこの俺は今初めてくじけかけている。模擬面接にはまだ早かったか。プランはすでにできている。伝統と格式を重んじる。一流のものに触れて教養を深め、音楽の次は一流のアートに触れて以下略、あるいは俺がフォローできるよ。ヨルさんには悪いが、こうなってはもう見つからんだろう。違うが、歩き方の癖というのはそうそう変えられんものだ。俺を欺けると思うなよ。貴様にスパイは目立っては。こいつひったくり犯なので、警察呼んで突き出しといてください。今日はいい気分転換になりました。僕も改めて仕事を頑張ります。お久しぶりです。その後お変わりはありませんか？初対面の相手に見せる姿ではない。カレーうどんとは何かわからないが、気にかけることにしよう。話の途中で失礼します。君はたった今自分が騎士であると表明した。ルグニカ王国のこの騎士団が勢ぞろいしているよ。リーダーかっこいい。おいおい、俺たちのレベルなら安全だって。タクト、全員タクト。僕の名は三剣京也。どこにでもいる平凡な高校生だったが、多くの人が傷つき命を落とすかもしれない。僕は必ずこの世界を救ってみせる。あんまだ。めんどくせえなマイキー。そんなに急ぐなよマイキー。この手でぶっ殺せるからな。俺は幼いみたいに甘くねえからよ。皆殺しだ。宋英の名を賜りました。お喜び申し上げます。リムル様、報告がございます。リムル様、リザードマンの狩猟に直接話をつけてもよろしいですか？おーい、もしもーし、入ってますか？いや、俺の知ってる上様はもっと上様っぽい顔してたぞ。おすすめねえ。なんか聞きたいジャンルとかあるか？どうよ。白鳥沢に勝てる強ささえあれば単純じゃない。待て待て、まだ話の途中じゃん。なんだこのマネ。お前らが倒したのか。2メートル。試合は超楽しい遊びだろ。俺的にはショーってのがおすすめなんだけどね。ああ、平気平気。あんたのことは紹介されんでも知ってっ。俺ブラックだから。正解。もう絶対これだけは絶対譲れないから。痛いこと言ったら眠くなってきたぞ。って学園防衛隊って言葉に惹かれたからさ。やっぱ戦隊ものだったらここにイメージカラーつけ。つまり俺の敵だ。いうのはいわゆる何でもということですよね。ごくりホム戦で売ってる木炭みたいになってんぞ。もはや毒味だ。そうか。まあでもみんな大体決まってるだろう。なら一緒の班にするか。あっ、近い。勘違いさせ、結果質へと送り込むことになるんですよ。でもそういう軽めのボディタッチ、男子はすぐ勘違いしちゃうから、他の人にやっちゃいけないぞ。同じ学部の野島だ。お前ら困ってるんだろ。お前ごとき変態でも彼女が作れるっていう催眠術だい。ならお前に彼女なんて不可能なはず。詳しい話は裏山で聞くから。最近だと何の映画見た？譲らんぞきた。バスケー、バスケ部、バスケ部はいかがですか？他にどう言えばいいんだ。認め、声出してこうぜ。結局出さねえのかよ声。王がお呼びでしたよ。着替えてすぐ行ってください。ズラオリャ。これはダイダ様。この方は強くなる。これこそ王の剣だ。教えたい、私の剣を。やっぱりテストを通過した奴らはすげえや。俺を仲間にしたことを感謝するんだな。うおーと、なんせ俺は殺人武術の使い手で。そんな冷たいことを言うなって。もう5分以内に扉を開けろと言ってるも同然です。次の駅で降りろとこと言うな、この男のクズ。なんだ、もうどこ？大好きだ。なんで今まで気づかなかったかな。10年以上も見てきたのにな。男立ちじゃねえ、完成じゃねえ。よく来やがってんだろう。切られてねえ男たちなんぞ男たちじゃねえ。まだやるかい。おお、うまそうだ。よし、やるか。ただし引き金を引くのは俺たちじゃねえから。そうな、先に車に戻ってくれ。やめとけって。あら、減ったな。おい、あれからもう1週間経つぜ。景気よく行こうぜ。